大場正は、日本のフィギュアスケート選手。愛知県瀬戸市出身。中京大学附属中京高等学校卒業。中京大学スポーツ科学部卒業。東海東京証券をスポンサーとした、スポンサー契約を締結。東海東京フィナンシャルホールディングス社員として、競技を続行中。2014年ミスハイ2 0 1 4年ガルデナスプリングバイ 2013年、トリグラフ杯2位。中京大学附属中京高等学校卒業。中京大学スポーツ科学部在学中。4歳から10歳まで、機械体操を習っていたため、フィギュアを始めたのは10歳からとかなり遅いスタートであった。2009から10シーズン、全日本ジュニア選手権に初めて出場し9位となる。2010年から11シーズン。 ニース杯で7位、2回目の出場となった、全日本ジュニア選手権で3位入賞する。初出場となった、同年の全日本選手権では8位に入り、翌年の世界ジュニア選手権では8位に入った。2011から12シーズン、ISU ジュニアグランプリシリーズに、初参戦し、JGP ボルボ杯で7位となる。全日本ジュニア選手権では5位、2回目の出場となった。 全日本選手権では13位となる。2012から13シーズン、JGP ボスポラスで4位、JGPB シュベルター杯では2位入賞し、国際スケート連盟の公式大会で初めて表彰台に立つ。その後、全日本ジュニア選手権で6位、全日本選手権で11位となる。シーズンの締めくくりとなったトリグラフトロフィーでは2位入賞する。 2013から14シーズン、JGP バルティック杯で4位、JGP タリン杯で3位に入る。全日本選手権では10位となり、シーズン終盤のガルデナスプリング杯では2位、入賞する。2014から15シーズン、初戦のニース杯で2位入賞。ISU グランプリシリーズの GP ロステレコム杯に、出場し6位に入る。全日本選手権では12位となり、 ユニバーシアードでは7位となる。2015から16シーズン、全日本選手権で17位となる。2016から17シーズン、全日本選手権で13位となる。2018から19シーズン、昨シーズン出場できなかった全日本選手権に、出場し19位となる。全日本選手権への出場は8回目。2019から2020シーズン、 第88回全日本フィギュアスケート選手権に出場ショートプログラムでまさかの2度の転倒があり28位に沈み SP でまさかの脱落となったインタビューでは必死に涙をこらえていたアクセルを除く5種類のトリプルジャンプを飛ぶことができる特にサルコーやループなどのエッジジャンプを得意としており短い助走からトリプルジャンプを実施することができる また、コンビネーションのセカンドジャンプにトリプルトーループ、トリプルループを両方を飛ぶことができる。トリプルアクセルも練習では成功させており、競技に組み込むこともある。2013年の全日本選手権の FS では、トリプルアクセルに挑戦したが、回転不足で転倒した。試合で実施する主なコンビネーションは、トリプルサルコートリプルトーループや、 ダブルアクセルトリプルループなどである。2011年全日本選手権のショートプログラムでは、解説のヤギ沼純子に、助走からすぐジャンプに移って飛べる選手なので、スケーティングの合間にジャンプが入ってくるという感じで、つなぎに乱れがなく、止まることがなく、最後までスムースに流れの中でジャンプを飛んでいる。と評された。ありがとうございます。